あ、シンプルワンスクリーンコース。はい、どうも、あげです。はい、久しぶりにね、1画面コースをやっていこうかなと思います。以前は、このサクセさんの、1画面コースの1から4をクリアしたんですけど、今回はね、5から、7までやっていこうかなと思います。まだね、7以降もね、コースあるんで、まあ、ちょっとやりたくなったらまたやろうかなと思います。まずは、ここ。OK! で、一回降りるのか。オッケーオッケーオッケー。はい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 。猫マリオ使って扉移動と。はい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 。3D ワールドの1画面コースは初めてかな。マジで壊せないのこれ。壊せないんだ。そんなことできんの知らなかった。知ってたこれ。知らなかった。いや、面白い。てか、シンプルでいいね。やっぱり1画面コースは。あ、シンプルワンスクリーンコース。6。はい、また 3D ワールドか。立て続けだな。はいはい、まずは、ここ上に行けると。はいはいはい。これ土管は、これ P は押していいのか ?P 押すことによって、あ、ここ入れるね。入って、入って入ってん、はい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 。これ積んだ、もしかしてこれ積んだか、これ積んだか、積んだっぽいな。待て待て、よく見ろ、今のうちによく見よう。まずさ、左側のスタート地点から上に行くルートと、あの土管の方に行くルートあったでしょ。土管が正解か、もしかして。ともかくちょっと、ここもう詰まっちゃったから、一回リセットしますか。ここはジャンプして、下通りくぐり抜けたらいいのか。あ、登れるわけじゃないんだ。ということは合ってたってことか。ちょっと戻しますね。いや、わかったわかったわかった。これあれだ。まず、この左の、なんて言うんだっけ、こいつ。にゃんちゅうみたいな名前のやつ。こいつが鍵を持ってるんだ。だからこの状態で、ボム兵に、にゃんちゅうみたいなやつを倒すと。オッケーオッケーオッケー。進んだ進んだ。これで土管入っていいのこれ。危ねえ危ねえ。死ぬ死ぬ死ぬ。ニャンチューまた倒すと。こうだね。絶対ニャンチューじゃないの分かってるけど。オッケー来たナイスなんだっけこれ、知ってる人いたら教えてください、コメントで。ニャンチューじゃないよね、多分。なんたらチューだよね。あ、シンプルスワンスクリーンコース7。おーい、初代マリオかな。なんか久しぶりだね、マリオの BGM 聞くの。これ上に登っていけばいいのか。怖いね、あれタイミングだね。切れたら行こう。で、これはなんか意味あんのかな。あ、時計のところ入れるのかな、もしかして。あれ、まずファイヤー待つ。で、ファイヤー待った後降りよう。怖い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 。で、このノコノコ、ノコノコじゃないな、ノコギリが左に行った時にかわす。あーあああ、慎重に行ったのに。ああ、やめてー。すんごい慎重に行ったのに。もう行っちゃうか。はい、行った行った行った。で、右下だね。次はこれなんだ、オンオフがある。待って待って、来ないで来ないで。あ、待って待って、オンオフっていうか、ボム兵を下ろすのか、タイミングで出たら。あー、待って、早い早い。ここここここ OK。 いいね、このコースシンプルだった。待って、っ地味にダメージ食らうポイントが OK。 いいね、
ちょっと短いし、いや、別にしよう。ちょっとうっかり8までやろうかなと思ったんだけど、また別の動画にします。